氷がなかなかできないのは次のようなことが原因で、庫内の温度が高くなっているためです。何度もドアを開け閉めしたり、長い時間ドアを開けたままにしている。食品を詰め込みすぎている。ドアなどに食品や袋が挟まり半ドアになっている。何度もドアを開け閉めしたり、長い時間ドアを開けたままにしておくと、庫内の温度が高くなり製氷を中断する場合があります。ドアの開け閉めは手早くして、庫内の温度が高くならないようにしましょう。無駄なエネルギーの消費も防ぐことができます。大量の食品を隙間なく詰め込みすぎると、冷気の通り道が狭くなって庫内の温度が高くなり製氷を中断する場合があります。常温保存ができる食品を一時的に取り出すなど、食品同士の間隔をできるだけ空けてください。冷蔵室の奥の壁が見える程度が目安です。食品や袋が挟まり半ドアになっていると、冷気が漏れて庫内の温度が高くなり製氷を中断する場合があります。挟まっている食品や袋を取り除き、ドアをきちんと閉めてください。